こんにちは、アッシュです。今回ですね、モルガンとマルチやっていきたいなと思います。で、確かね、前回モルガンのリーダースキル見たんだけど、もう一回見ようか。確か闇メタだった気がする。言えてないね。闇メタだった気がするんですけど。あー、これだね。50倍以下で攻撃力が16倍。いや、これさ、結構難しいと思うんだけど、できんのかな？まあ、とりあえず、ヘラウルズ行こうかな。確かヘラウルズね、ホルスが最初出てくるんですよ。で、先制ダメージしてくると思うんで、割といいかもしんないな。うわ、うわ、モルガン HP 高っ！そっか、HP バイアス乗ってたのか。初めて見たな、4万台の HP。これの50倍以下ってどんぐらいだ？まだ50倍いってないね、モルガン。ちょっと難しいな、これ。一回私が組もう。これ、あえて攻撃食らった方がいいのかな？なんかさ、モルガンと行くことでちょっと、逆にやりづらいみたいなとこあるね。自分一人で行きたい気持ちがちょっとあった。よっしゃー、でもこれモルガン倍率出てないもんね。なんで、倒してくんないよね、絶対。これ、あえて一回攻撃食らったらどうなんだろう。モルガンだけ生き残るんだよね、きっと。色もないし、そうしてみようか。ちょっとマルチについてまだそんな詳しくわかんないから、一回これで。あ、でも回復落ちてきて、あ、けどやられるね。このターンで私やられちゃうんだけど、どうなるんだろう。これモルガンだけ生き残るはずなんですよ。おう！シューは倒れている。これさ、私回復してもらえんの？モルガン回復して。いやー、まあ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 、できたら回復してほしかったけど。回復してほしい。ん？シューは倒れている。あ、やっぱターン回ってこないんだ。いいね、これ。ただ回復できてもやられんじゃないかな、このまま。お、回復したね。炎月天命劇。おお。え、待って、非常にやりづらいんですけど。え、モルガンちょっとダメだわ。ちょ、私に合わないんですよね、モルガン。違う人行こうか。まあ、うまくやればもしかしたら強いのかもしんないんだけど、ちょ、無理だな。モルガンを生かしきれない。で、闇の街行ってみようか。でも、ここにもパートナー的な人いいんじゃないかな、マルチでやってくれる人。あ、いた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 。名前なんだっけ、この子。ガーネット。この子とマルチして、全員かな？多分他にいないよね。お、なんだこれ、光属性かな、火属性かな。とりあえずリーダースキル見てみましょうか。光か。神タイプの攻撃力が2倍。回復力か。回復力が2倍。HP80 倍以上で、神タイプの攻撃力が16倍。あー、これあれか。イザナギかな？あー、これでどこ行こう。さっきのヘラウルズ行くとホルスの先生あるから、うまいこと、行けないよね。どうしようかな。ヘライースは難しいんだよ。で、アテナも難しいんですよ。お父様のとこ行っか。やっぱ HP 制限あるモンスターね、非常に難しい。自分使うのも難しいし、やっぱパートナーがね、それ、ソウルアーマーしてるのも結構というか、かなり難しいね。まだね、なんだっけ名前、ガーネットか。ガーネットとマルチしてないんですけど、今までマルチしてみて、チャルがやっぱ一番強かったね。チャロのソウルアーマーバステトなんですよね。なんで結構火力も出るし、特に HP 制限もないから、
チャルが一番いいかな、やるなら。うわー、ガーネット HP も低いな。モルガンとガーネットはちょっとね、遠慮したい気持ちがある。この子たち借りるぐらいならタイガーの方がまだマシだわ。タイガー結構相性良かったからね、前動画上げたら。とりあえず一回、モルガンがどれぐらい削っ、じゃねえ。ガーネットがどれぐらい削ってくれるか見たいから、やってもらおう。あれ、光消さないの？おい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 。これ一回攻撃受けきれんのかな？受けきれること信じて、もう一回ちょっとガーネットに頑張ってもらおう。あ、いいね。あ、悪くないよ。いや、でも3コンボか。いやー、削りも微妙ですね。なんか今回さ、私文句しか言ってないね。おー、危ねえ。やばいな。ちょっともうちょい褒めてこう。ただ褒めるところが見当たらないんだよね。あ、うまいね。久しぶりのパズドラクロスの動画だけど悪くない。落ち込んもいい感じに乗って、これワンパンいけんじゃないかな。いや、厳しいか、さすがに。うわ、いったね。いいね。やっぱマルチより一人の方がいいですね。この根底を覆すね、発言をしてしまうっていう。オッケー。危ねえ。今後新降臨何来るんだろうな。ああ、そうなんですよ。あのコメント欄で前、結構前かな。もうガーネット一回解除しよう。君とはいいよ。コメント欄で、公式ページかな？なんか見れば次の降臨来るやつ分かりますよって教えてもらって、まあ見てないんだけど、だから見れば分かるみたいなんですよね。なんで何来るか、見るとかなんか来るみたいなこと言ってたけど、あれ竜の章限定なのかな？私神の章なんですよね。なんで来ないのかもしれないんで、見るじゃない方が来るのかな？いや、やっぱマルチはチャロだね。うん。なんで今度からマルチ行くときはチャロと行きたいなと思います。よし。これで多分一通り、マルチは全員とやったと思うんで、まあ、これで終わりたいなと思います。次回は多分、クロスの動画上げるときは、新降臨来たときかな。多分明日、明後日ぐらいに来るんじゃないかな。ちょっとわかんないですけど。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバーイ。